2位栃木 SC が8位 FC 琉球をホームに迎えての一戦。両チームの対戦は JFL 時代以来8年ぶりの対戦となります。試合はアウェーの琉球が先にチャンスを得ます。23分、中央でボールを受けた田辺がドリブルでディフェンスをかわし左足でシュート。このシュートはわずかに枠を外れます。ホームの栃木は29分、右サイドからボールをつなぐと本間のスルーパスに抜け出した上方がシュートを放ちますが、琉球ゴールキーパーパクイルギの好セーブに阻まれます。対する琉球は39分、右サイドを突破した藤沢のクロスに斉藤が頭で合わせますが、惜しくもゴールポストを叩き得点を奪えません。お互いにチャンスを作りながら前半は0対0で終えます。琉球は51分、田辺のロングボールに田中圭太が抜け出しシュートを放ちますが、これは栃木ゴールキーパー吉光の好セーブに阻まれます。すると栃木は53分、コーナーキックのチャンス。山形のボールにチーム得点王の大石が頭で合わせて得点の匂いを感じさせると、62分でした。ディフェンスラインからのボールに広瀬浩二が抜け出すと、パスを受けた西矢のクロスに合わせたのは大石。大石継俊の今シーズン5ゴール目となる得点でホームの栃木がついに先制します。なんとしても3連敗を避けたい琉球は79分、パブロが個人技で持ち込みシュートを放ちますが、栃木ゴールキーパー吉光が立ちはだかります。さらに攻める琉球は89分、途中出場のレオナルドのポストプレーから知念がシュート。しかしこのシュートはクロスバーを叩き同点ゴールを奪えません。琉球は最後まで同点ゴールを狙いましたが、栃木の堅い守備を崩せず、ここでタイムアップ。琉球は今シーズン初の3連敗、栃木はこの勝利で9試合負けなし、連勝を5に伸ばしました。